ゲイリーインターナショナルカップね、本年度第1戦、ウィナー松下選手、ウェイト 3386g です。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、まず今の、長かったっすね。あの、ダミーの4200っていう匠さんとかさ、僕の3200ってなかったでしょ。最後まで信じてたよね。信じてた、僕は。ずっと信じてました。はい。ほら、もう、なんか何年ってます？いや、もうこれで今年で5年目ですね。5年。はい。一番交通費かけて一番遠くから来てるよね。長かったです。本当長かったです。はい、もうなんとか勝ちたくて、はい。勝ったと思ったら2位だったもんね。これはあのデビュー戦ですね、ここが。そうだね。余裕かましてたら2位。長いようで短いですね。それともどうですか？めちゃ長かったです。長かったですか？でも僕もう勝てないんじゃないかなってちょっと思ってたんですよ。あそこはちょっとへたれましたね。ちょっとへたれてたんです。はいはいはい。でももう絶対やめれない、この前で絶対やめれないって言って。そうですね。もうちょっと実はうちでも奥さんにも、もうそんな結果出さないんだったらもうやめたらってずっと言われてたんですよ。ずっと言われたの？そう。ずいぶんドライだね。でもう、でも分かった、もうちょっと今年1年、もう最後です、なんてきっちりやらせてって言って、うん、今年1年、やって、奥さんに了解得てやらせてもらってるんですよ。はい。やっと。やっと。やっと。ものすごい嬉しいですね。ものすごい嬉しい。はい。そうですね。もう、長かった。まあ、チームの大会じゃね、コテンパンのクソ溝にされてるもんね。何年も上にしてねえとか、ブルックス言われてましたけど、ついにこの日が来ましたね。やっと来ましたね。ね、めっちゃ嬉しいですね。じゃあ次の話しても大丈夫ですか？いや大丈夫です。はい。いや、もっと引っ張ってみて。いやいや、もう全然大丈夫です。今日盛大にほらトレーラーの人にカラ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 言ってるの、まだまだ頑張ってるんですよ。大丈夫、次の話しますか？はい、大丈夫です。はい、はい、いつからこっちに来てましたっけ？フィッシングショーの横浜から入って。あ、そうだね。そうです、そうです。一緒に帰っちゃうんだよね。はい。はい、だから、一番長く、ずっと行ったよね。ずっと金曜日、木曜日か、はい、木曜日に船運んで、はい、ここに北東に置かせてもらって、はい、そっからあっち行ったんで、はい、横浜行ったんで、家にも帰らず子供にもあるぞ、はい、でもう帰ってきたらもうフィッシングショーで風もらって、はい、もう釣りになんなくて、はい、プラとかできなくて、最初の時だけで、まあ風もちょっとマシになったなと思って、でプラに出たらいきなり3連発したんですよ。いきなり3連発した？3連発して、今回は来たなと。そうで、その魚が完全プリスポーンの魚だったんですよ。はいはい。卵持ってるようなやつで、うん、このストレッチ魚入ってんだなと思って、うん、プリスポーンの魚がで多分作るだろうと思って、うん、そこはもう釣り込まなかったんですよ。やめて、はいはい、まあ、ある程度ポイントは見て、うん、まああんま知らないポイントなんで、基本的にまあ どういうシチュエーションかだけしっかり見て、でそのまま釣りやめたんです。でそしたら次の日から爆風で、うん、もうそのエリアももう完全釣りなんないような、ぐちゃぐちゃだった、はい、ぐちゃぐちゃで、でまあ大会当日風向き変わるって言ってたし、うんうん、まあそこのプリスポーンの魚スクールでいるようなやつを何としてでも取ってやろうと思って、はいはい、もう一日かけて何匹出せるかっていう勝負をしようと思って、はい、もう今日はその上流のあれなんて名前のエリアかちょっと分かんない。上流のバンクでいいよ。上流のバンク。はい、大丈夫です。でやってたんですけど、はい、結局釣ったのはデサーダーホグの4インチのテキサスなんですよ。 5g のテキサスで、ところが封印というか、え、合わなかった。スイムジグですか？はい。スイムジグは僕は正直今回ないなと思ったね。ないなと思ったのね。はいはいはい。だから結構濁り濁りも入ってたじゃないですか、はいはい、昨日の雨で。でやっぱ弱いから、もう巻くんだったらスピナーベイトだろうなと思って、でもずっとスピナーベイト投げてたんですけど全然食わなくて、でまあフリップしてたらとりあえず一発ポンって釣れて、いや、これデスアザホップはそれテキサス、テキサス 5g の、はい、ちょっと5g のテキサス、はいはい、でまあバンク沿いのカバーに
ピッチングして入れてってで、なんとか3本取った感じなんですけど、はいはい、ノーミスですか？え？ノーミス？一発、朝一に、あ、これ当たりか当たりかっていうようなやつをミスったぐらいじゃないですか、ね、うん、それ以外はもう、あの基本ノーミス、はい、何時何時何時とかっていうのはどうなんですか？ですね、朝一に1本釣ったんですよ、はい、一番大きいやつを釣って、はい、でその後に2時間置きぐらいですよね、はい、で、まあ、はい、でその1箇所のポイントなんか魚が入ってきてる感じがしたんですよ、あのまあ雰囲気ですけど、なんかやってて抜いても時間経ったらもう一回入ってくるようなイメージだったんで、うん、ちょっとあの流しながらそこのポイント休めつつ、だタイミング狙ってね、はい、はい、で誰か来たらエレキでハイバイバスって絶対取らせないみたいな、クジャリみたいなねよいみたいな、あれ、まあ、まあまあ守りながらと、そうそうそう、はい、フィーリングスポット守りながらやったら、ね、ゲームしてますよね、そうですね、はいはい、それを守りながらまあ、はい、やってって、はい、なんとか取ってった感じ、はい、はい、また上がってくるとあの手厚いね、なんか大したことないじゃんとかさ、もっと上がいるよとかいろいろ言われてまあまあドキドキしてないでしょ、めちゃめちゃドキドキしましたよ今回は。でもそれが一番楽しかったんだと思うんですよ、もうだって僕もあの今回もまた、はい、あのまあ、まあ、宣伝でもないですけど、まあ、DVD の動画を撮るっていうので、寝れる DVD、 そうそう、はい、寝れる、はい、でまあちょっと利根川の第一線を、それが辺をね、そう、はいはいはい、であの動画撮ってもらってたんで、前回の動画はちょっともうお立ち上がった時の動画はちょっとボツっちゃったんですけど、はい、まあ、今回その動画も載って、はい、そんな、勝っちゃって。動画も撮った上に勝っちゃったから、ざまあ見ろと。いやいやいや、そういうわけじゃないですけど。なんか言ってますよ、お客さん。でも本当に勝てるとは思ってなかったんですよ。あ、本当ですか。でもそのカメラマンの人にも、いや絶対3本じゃ勝てないから、うんうん、まあ、その4本目を必死になってやってたんですけど、うん、思いのほか、今日釣れてなかったみたいで、はい、まあまあ外さないかなっていう感じで書いてますね。そう、まあまあお立ち台ぐらいかなぐらいの勢いで書いてるんですよ。はいはい、勝つときって余計なこと言っていいですか？大丈夫です。勝ったら僕行かないですからって言ってましたよね。TBC 勝ったらもうやめますからって言ってたよね。いやでもちょっと楽しくなってきちゃいましたね。なんで本当にさ、そこなめの人って分かりやすいよね。え、なんですか？本当ですか？あ、いやいや、でもやっぱ、まあ、今までも楽しかったですけど、あ、はいはいはい、ただその自分のけじめとして、うん、とりあえず勝つ、そう、勝つまでは絶対やめれないなと思ってたんで、うんうんうん、で、まあ、勝ったら、まあ、どうしようかっていうのはまあ、奥さんとも相談しながらあれしてたんですけど、うん、はい、でも今日勝ったら勝ったで楽しい、やっぱ楽しいんだ。やっぱ楽しいですね。そうですね。はい、おもろいですね。なかなかね、ガーシみたいね、こういう笑顔で。最近人目っていうことになったけど。はい。あとないですか？いやー、でもなんか今回、本当新海さんも、西原さんも、なんか真っ直ぐで釣ってくれたらしくて。すいません。本人はなんか、いやいや、でもまあ、ね、すごい、なんかすげえ気持ちよく滋賀県帰れそうです。そうですね、一応芸人行ったのじゃなかった。あ、ほど滋賀県帰りますか？はい、まあ、もう来ないですか本当に？いやいや、行きますよ、行きますよ、全然行きます、行きます。おー、いや、はい、確認しとかないですか？いやいや、ちゃんとジャム行きます。さすがもう勝ったんで、多分奥さんも納得してくれる、納得してくれると。はい、なんでなんか今年1位取りますって？いや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 、そんな、もうなんかちょっと締めてください、だらって言ってます。はい、まあまあ、なんか今回は僕のために集まっていただきたいと思います。いやいや、いいんです、いいんです、それぐらいで。はい、わかりました。じゃあ、上位5人の皆さんに、皆さんもう一度拍手の方お願いいたします。